桜の開花宣言から間もなく1週間を迎える県内。広島市の平和公園にある元安川沿いの桜並木は薄いピンク色をした可憐な花が見られましたが、まだ2分から3分咲きといった感じでした。それでも多くの人が訪れ、思い思いの花見を楽しんでいました。4年間我慢してたんです、花見をね。やっとできたと思って、もう達成感です。花見だと天気もいいし、その空気も気持ちいい中で喋ったりするのは、暖かくなって春来たなって思います。各地の最高気温は大竹市で 23.1 度、福山市で 22.7 度、広島市中区で 21.8 度など10地点で今年最高を記録し、各地の最高気温も平年に比べ2度から7度近く上回る暖かい1日となりました。広島地方気象台によりますと、桜の花は今週中頃には満開になる可能性が高いということです。